はい、皆さん、こんにちは。来てくれてありがとう。呪術師見習い VTuber のセオリツです。今日は、ですね、初の J2 同時視聴、大宮アルディージャ対ロアッソ熊本の試合を、見ていこうと思います。Hello everyone, I'm Japanese Social VTuber セオリツ。Today, I'm gonna watch a J2 League.大宮アルディージャ vs ロアッソ熊本。So please enjoy your time here. さあではご挨拶をしていきましょう。まもなく試合開始ですが、試合開始、ちょっと待ってですね。コンビ中まさかと思うけど現地から聞いてる。えまさかなくした言ってるのすごっ。ちょっと待って、今熊本のフォーメーションが出てますね。3-3-3-1-3-3-3-1-3なんだ。ちょっとこれをメモっておきたい。ピッと。ではとりあえずご挨拶をしていきましょう。音量大丈夫ですか？地球さん、大輝ありがとう。ボックスさん、大輝ありがとう。ゆうすけさん、栃木対ジェフ、19時3分キックオフです。ってことは、19時まではこちらが見られますね。10323さん、職場から大輝ありがとう。お仕事、今日もお仕事頑張って。エルザクラさん、大輝ありがとう。ピーちゃん、大輝ありがとう。安定のいつものメンバーですね。一面中山さん、平川が怪我してるでしょ、大丈夫なのかな。平川道脇怪我で熊本は大丈夫なのかというところです。リップフラーミルヒさん、こんにちは。来てくれてありがとう。なんで熊本が J2 だと4連敗なんでしょうね。そうだよね。さあ、まもなく、熊本のキックオフで試合スタートですね。ちょっとスタートしてからもう一回ご挨拶しますね。はい、ここで、キックオフです。あれ、ちょっと待って。6分から始まっちゃったんだが。もうそういうのほんとやめてほしい。なぜこんなことになっているんだ。では20秒からもう一回スタート。よし、これで OK です。フォックスさん、こんにちは。来てくれてありがとう。はるさん、こんにちは。来てくれてありがとう。はるさん、こんにちは。来てくれてありがとう。エビザクラさん、こんにちは。来てくれてありがとう。早速、熊本、チャンス。おー、狙ったシュート。まず1本目のシュート、14番。14番、誰だろう。あれ ?14? あれちょっと待って。全然、ちょっと待って、フォーメーション全然違うんだが。あれちょっと待って、なんでこんなことになってるんだ。誰ちょっと、フォーメーションがまるで違うんですけど。ショック。なんでこんなことになってるんだ。怖い。お互いの、そう、アンジェロッティが。っていうかさ、なんで、なんかさ、熊本のところに大宮の選手が入っている。そう、全部フォーメーション入れたのに。ショックすぎる。なんでこんなことになっちまったんだ。めちゃめちゃ頑張ってさ、熊本の方のフォーメーションも入れたのに。あれ、サブはどうなってる。サブはちゃんとなってるな。今度は大宮熊本取り返した。ちょっとさ、これどうしようどうしよう。もう一回入れ直さないといけませんね。ちょっとさ、この30分かけて頑張ってフォーメーション作ったのに、なんてこったい。アウェーの栃木対ジェフ試合19時3分キックオフです。アウェージェフ勝ちましょう。アウェーのこれはもしかするとワンチャンこれでいけるかな、いけないかな。元に戻すでいけないかな。ワンチャンこれで元に戻ってない、なよいしょ。うわー、あー、ショックが大きすぎる。あ、待って、もしかするとこれでいけるかも、いけますよ。ピッ、ダメだダメだな。あれ、これでまず配置して、これでどう、もしかしていけたんじゃん。ダメか、逆かり。大丈夫かも、いけてるかも。そしてさ、色変えればいけるかも。ちょっと待って、これでホームのユニフォームの色をこっちを赤にして、こっちをオレンジにする。これでどう。そしてさ、フィールドを入れ替える。あ、これでいいんじゃん。どうです。これでどうですか、いけたんじゃん。山形対岡山試合前半1-0で山形勝ています。改めてご挨拶を。嘘、画面本当だった、画面出てきてなかった。あー、どうでしょうか、これでどうでしょうか。竹本、伊藤俊、今度はどうでしょうか。それでさ、 J2 ってさ、もしかしてダゾーンでフォーメーションとスタメンのメンバーとか出てこない。オーケー、出た、やった、よかった。ほら、これ頑張ってさ、入れたんですよ、ちゃんと入れてたんですよっていうのが証明できた。さあ、ここで熊本のキーパーまでボールが戻ります。ダゾン出ませんよ。ダゾン出ないんだ。うおー、詳しい人、悲しい。それを頼りにしていたのに。さあ、これで熊本のコーナーキックですね。左からのコーナーキック。竹本の切れ込みで、違うか、竹本じゃなくて、あ、いいのか。さあ、熊本のコーナーキック、左からのコーナーキックです。熊本は誰に当てるんだろう。そしてキッカーは誰だ。11番相原選手が蹴ります。ファーサイドの方に選手が集まってるね。大宮は真ん中でブロック作ってる。さあ、蹴りました。ファーサイド、遠いサイド、折り返して、あー、このままゴールラインを割ってゴールキック惜しかったですね。そのままシュートでもよかった。ゆうぎさん、こんにちは、来てくれてありがとう。サッカーが好きってのが大根底、そういうことか。そうだよね、昨日ベルディは昨日だったもんね。今日はだからベルディ以外の試合も見に行けるわけですね。そう、J2リーグ初の同時視聴なので楽しみでございますよ。まさやさんこんばんは、来てくれてありがとう。ただの猫さんこんばんは、来てくれてありがとう。なおしゅうさんこんにちは、来てくれてありがとう。これでご挨拶はできましたね。 OK です。熊本ユニが欲しい。そうなのなんかさ、熊本のエンブレムフェラーリっぽいよね、馬で。さあ、熊本がボールを今回しています。縦に長いボール、右サイド。お、松岡に、あれ、松岡が右サイドにいる。松岡右、あい、松岡が右なんだ。松岡右でも全然違うなこれ。アンジェラ・カシはレイソルで23試合で得点だったのか。そうなんだ。確かに点決めそうなのに。相原が中央で、松岡が左で、島村が右。Google 先生の情報全然違うやん。で、伊藤俊がトップ下。コレクションはどんどん増えてる。逆狩り助けて逆狩り。熊本の中盤は右9番、中盤は流動的なのでポジション確認できない。ああ、そうなんだ。これ中盤、大本右、上村がボランチ、竹本が右って書いてある。こんな風に書いてありますね。ダゾーンの情報だと。で、大西、江崎、黒木。これで OK ですね。大宮の方はまるでわからないんですけど、大宮のフォーメーションわかる方がいたら、ぜひ教えてください。343っぽい。大宮じゃあ、もしかすると伊藤俊と上村がダブルボランチ？違う、大本がボランチ？まあいいか。これでこんな感じで343なんだ。343ってことは、大本と上村がダブルボランチ、伊藤俊が右。こうですか。とりあえず竹本が左は確定だよね。さあ、大宮のスローインです。熊本ユニ、小さいサイズなら持ってる。ちなみに言うと、率はFC 東京25周年記念ユニフォームが届きました。大本は右の大外。あ、じゃあやっぱこうか。右の大外で5パックの右にいる。 OK です。くるくるさんこんにちは、来てくれてありがとう。じゃあ343だとやっぱこうか。伊藤俊がボランチで、どうしよう、上村ダブルボランチ。こうですね。じゃあきっと OK。 あ、と言ってる間に大宮がフリーキックを獲得しています。右サイドからペナルティーエリアから5メートルぐらい、結構いい位置。サミュエルさんこんにちは、来てくれてありがとう。キッカーは32番高柳。大宮の選手もファーサイドにみんな集まってる感じですね。ピー。さあどうだ、ファーサイド折り返し。あ、ヘッドは届かない。これアンチェロッティかなんだっけ柏で0点だった23試合0得点だったアンチェロッティ。ちょっとディスっちゃった、ごめんなさい。違うな、カイケ選手の、ヘッドミートせずな感じだった。秋田対長崎0-0ですね。そう、大宮も熊本もここ5試合勝ちがないので完璧に合ってそう。やったぜ。大宮の情報もお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひフォーメーションのチェックをお願いしたいです。よし、取った。熊本取りました。倒されて、これはファール。19番島村が倒されて、あれ、25周年東京ユニってクラシカルなデザインでいいんだよね。自分は買ってないけど。あー、なんかあれ襟がないんだよね。リツが持ってるさ、今までのユニフォーム襟付きばっかりだったから、すごいね不思議な感じ。アモンドさんこんばんは、来てくれてありがとう。6月の末から勝ちなしです、ね、楽しい夏勝ちなしなんだ。なんかさ、天皇杯の東京、おし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 、ペナルティエリアに入ってきました熊本。3番大西がペナルティエリアまで入ってきてた。そういえばさ、そういえば東京戦でもさ、ペナルティエリアまでディフェンダー入ってきてた気がする。さあ、大西の折り返しはディフェンスクリアでコーナーキックかな。再び熊本左からのコーナーキック。取引先が昔から大宮のスポンサーなんですが、最近サッカーの話をしている。それは辛すぎるよね。さあ、熊本の左からのコーナーキック、相原選手が蹴ります。鹿島ゴールおめでとう。おっと中央抜けてった。触ればチャンスというところ。カズマリノスさんこんにちは、来てくれてありがとう。今日は大宮アルディージャ対ロアッソ熊本の試合を同時視聴しています。鈴木優馬すごい、いや間違いないよね。東京も鈴木優馬にやられましたからね。さあ、大宮取った、中央で取って、縦にスペースに出してくる。これはディフェンスが対応して、オフサイドフラッグが上がってますね。大宮8番栗本選手の飛び出し、良き飛び出しでしたね。さあ、熊本中央でドリブルで上がっていって、そしてここは竹本松岡。今日はさ、ほら FC 東京、この松岡選手があれですよ、スタメンで出てるから、これはこれで要チェックですよ。 あとさ、ディフェンダーの岡崎慎もあれ熊本にいるんだね。今日ベンチ入りしてて、おおって思った。神戸戦見たら J2 で降格ゾーンにいるチームには見えない。ほんとそうだよね。めちゃめちゃいい試合してたから、いいサッカーだったから。一気に大宮が最前線までボールを出しますが、これもオフサイド。541のアンジェロッティワントップ。そうなんだ、541も全然ちげえな。全然違うな。さあ、どうだ。岡崎、去年、そうだよね、去年。岡崎。541のアンジェロッティワントップ。ってことは、高柳選手はどこにいるんだ。低いクロスが熊本から入ってきた。これは大宮クリア。大宮取って。結構大宮はなんか、取ったら縦に速いボールをガンガン入れてくる感じですね。高柳選手が迷子。どうしたらいいんだ。とりあえずよく平川いないけど、東京魂を持った松岡と岡崎のいる熊本は頑張ってほしい。そう、松岡と岡崎いるから。あれ熊本じゃなくてさ、大宮も誰かいたよね。ベンチに誰か入ってた気がする。東京の選手の配置が探しても見つからないです。そうだよね。ちょっとさ、一瞬ダゾーンで戻ってみようかな。大宮のフォーメーション出てきたところまで。おっと、松岡どうする、いけるか、シュート。これは枠に飛ばなかった。リフレクションあってコーナーキック熊本。この攻撃良かったね。ここで松岡ちょっと溜めて、ディフェンダーも関係なくドリブルでゴールまでいける。そうだよね。結構さ、今もう中盤でいいドリブルあったね。まだ誰がどうやってドリブルしてるのかまでは把握しきれてませんがさあ左からの再びコーナーキック、これはサインプレー、ショートコーナーですね。熊本ファーサイドへの、パスはそのままゴールラインを割って大宮のゴールキックこれは一回面白いプレーだったね。なんかそのままコーナーでファーサイドをさっきまで2回ほど狙ってたけど、サインプレーで一旦短いパスを出してからのファーサイドっていうのが面白かった。こんにちゅうこんにちゅうペレス。やっさんこんにちゅうこんにちゅう、来てくれたありがとう。今日はですね、大宮アルディージャ対ロアソ熊本の試合を同時視聴しています。そう、天皇杯で前回の天皇杯で熊本サポーターさんがいっぱい見に来てくれたので、ワンチャンワンチャンの J2 の同時視聴したら熊本サポーターさんまた遊びに来てくれないかなという下心で、本日は、大宮アルディージャ対ロアソ熊本の試合を同時視聴しております。右から 32.16.8 ありがとう、助かるさ、助かる。中盤は32、高柳ジェフサポーターです。そうだよね、ジェフ、おーおーおー、これは惜しいこれは大西大西のシュート、これポストだった、ポストに当たった、そうです、下心リッチです。したたかにね、ちょっと咳してきます。こんにちは、初見です。ロアッソサポです。ああ、コウさん、初見さんいらっしゃい、来てくれたありがとう。ロアッソサポさん来てくれたありがとうございます。あ、今の松岡だった。自分シュミットがいる時から応援して。ああ、そうなんだ。さあ、そして熊本のコーナーキックです。再び右からのコーナーキック、今度は右からは誰が蹴るんだろうさあ、またファーサイド狙ってくる、これはキーパーパンチング。右から 41.4.5.4.3.3 41、しかも右右左が全然違った。41 45 43 3、なるほど、全然違うね。こうかこうか、5バック。初見さんいらっしゃい、こうですね、こうですね。初見さん来てくれてありがとうございます。今日は大宮アルディージャ対ロアッソ熊本の試合同時視聴しています。枠主は FC 東京サポーターなんですけど、天皇杯で熊本に敗れまして、東京が神戸を破った熊本面白いなと思いまして、今日は熊本の試合を見ています。中盤は 3216-8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  で室井選手はどこにいるんじゃ。アンジェロッティがこれでしょ、ワントップ。あ、そして熊本のフリーキック、右サイドちょっと遠い位置からのフリーキックです。このまま低めのボールは弾かれて熊本ボール。33番はどこにどこにいらっしゃいますか。33番トップ下でいいのかな。はい、とりあえずわからないときはトップ下に置いとく。これでどうでしょうか。ツートップかな、これ今見ると。今さ、アンジェロッティがボールを収めようとして左から走り込んでったのがきっと室井だよね。こうかな。あ、でもやっぱアンジェロッティはワントップか。33は2トップのような。そんな感じだよね、そんな感じだよね。なんか流動的に動いてる感じがする。アンジェロッティがちょっと前目にいるような感じもするけど、こんなトップ下な感じ。さあ、ここで島村選手のドリブル、これもいいですね、良きですね。そしてコーナー取りました熊本。今度は右からのコーナーキック。コーナーキックは熊本相原選手がずっと蹴るんだ。初見です、熊本佐子です。ひろろきさん来てくれてありがとう。初見さんありがとうございます。熊本佐子さんだ。ぜひぜひゆっくりしていってください。さあ熊本右からのコーナーキックです。初見さん、あ、もう速いボールそのまま流れた。流れてゴールラインを割ってゴールキック。これはでもいいボールだったね。なかなかいいボール蹴りま、あ、4番の選手が触ってコーナーキックではまた逆サイドからのコーナーキック。今度は熊本左サイドからのコーナーキックです。再び相原。どうだ、シュートが欲しいですね、ここで。さあ、また速いボールが入ったファーサイド。クリア。こぼれ球は熊本を収める。長いボールがゴール前にポンと入ってきて打てるか。あ、クリア。惜しい。あ、ハルさんナイスパー、ありがとう。あなたの試みとってもいいですね、ありがとう。あーと言ってる間に、うおー、大宮シュート。これはキーパー弾いた。おお、これは枠に行ってた。いいシュートだった。大宮の速攻ナイスキーだったね。大宮はやっぱりこう、あっと、ま、抜けたアンジェロッティ折り返して、これはキーパー。大西選手は普段から前に上がり気味なのか知りたいです。キーパーキャッチできるか。率はね、今のところ熊本の試合3試合しかまだ見てないんですけどその3試合はね、なかなか上がってた。あ、たっけえなーって思ったあれこの人はセンターバックだよねって、センターバック3バックの人だよねって思いながら見てたから、結構ね上がってる気がする。うわー、これは大宮のチャンスでしたが、なんとか防ぎましたね。鹿島レッドがっかり。ああ、レッドがっかり。それはがっかりだ。でも1点先制してるんでしょ。それなら鹿島ればいけるんじゃないかな1点先制しているなら、鹿島なら勝てる。ゆうぞうさんこんにちは、来てくれてありがとう。このボールよかったね。めっちゃいい。あ、縦パスだった。そこに抜け出してきてダイレクトでシュート。33番、あ、室井選手だ。さっきから室井選手はこう飛び出しを狙ってたよね、大宮。これはしかしナイスキーパーでありました、田代。熊本ボールで試合再開です。あ、早い。もう25分経過してる。そっか最初なんかフォーメーションがどうのこうのやってたから全然試合見てなかった。よし、熊本抜け出して早い折り返し。これは誰か。ああ惜しい。ディフェンスがちょっと薄かったから、そこをついて合わせられればよかったけど、合わせられたら1点のチャンスでした。一旦後ろに戻して、熊本左サイド、これ松岡どうする。大西がまた高い大西が高い。あ、そうだよね、そうだよね、九州勢。さあ、これはゴールラインを割ってゴールキックです。なかなかゴール前までは行くんだけど、うまくシュートまでいかないっていうのが今の熊本の感じですね。ああ、そしてナクスタは相変わらず見やすそう。めっちゃお客さん入っている。すごい。熊本シュート3本、枠内3本。大宮シュート2本枠内2本、すごいシュートの枠内率 100% ですよ。お互いああ、そういうことか。ついつい前に出てしまう。もう大体なんか気がついたら大西が前にいるよねあれ、また大西が最前線で絡んでるってなってるよ。でもなんか今とかちゃんと最終ラインに戻ってるから、ものすごい運動量が多い選手なのかな。熊本右からの攻撃ですね。ゆっくりボールを回してパスの出しどころを探っていきます。左サイド一旦戻す。大宮もブロック作って、おーっと出てきた。すごいすごいすごい、これ通った。オフサイド。わー、これもいい飛び出し。大本選手の飛び出しに合わせた。これはとても良いパスだったね。ここで江崎選手の、あれー、でもなんかオフサイドなかった気もするけどね。オフサイドあったんだ。なんだろう、手前の方にディフェンダー残ってた感じだったけど鹿島でそう大丈夫。鹿島ならいける。鹿島なら鹿島れる。さあ右サイド熊本、オフサイドなさそうわら。なさそうだったよね、今のね。中央にいたよねあれ、J2 は VAR ないんですっけ。熊本ミドル得意な選手と裏への抜け出し得意な選手多いから今回は勝てそう。あー、確かに今の飛び出し良かったよね。ないよ、汗。ないのか。だから、そうか、VAR がないから、さっきからさ、副審がすごい的確に、オフサイドフラッグを上げていたけど、オフサイドフラッグ、早いな、上がるのって思ったけど、そういうことか、VAR ないから。さあ、熊本の攻撃です。ペナルティエリア内で折り返しは、ディフェンダーに弾かれてコーナーキック。太陽に会いたいよさん、ブラボー、来てくれた、ありがとう。J2 は VAR ございませんなんですね。さあ、また右からのコーナーキック。感激します。感激します。そうなんだ。なんかさ、もうVAR の、なんだろう、VAR が体に染み込んじゃったからさ、オフサイドフラッグ上がっても、ちょっと VAR 判断よろしくって気持ちになっちゃう。さあ、右からのコーナーキック、早いコーナー。これは、キーパーが弾く。惜しかった。いいコーナーだった。すっごい早くていいコーナーだったね。なんならさ、今そのまま、ゴールに入っちゃいそうな、そんな感じだったね。いや、結構、J2 の試合は、ミドルシュート、が入りやすいというイメージがある。なんか遠目から打ってそれが入るっていう、そんな感覚がある。 VAR 中ってやつ写真撮るVAR 中ってやつ。そうなんだ。もうなんか VAR が魂まで刻み込まれてしまった J1 勢でございますよ。これはキーパーナイスキーでしたね。大宮キーパー。さあ、熊本のフリーキック。ここまでの時間帯、結構熊本が攻めてていい攻撃ができている。そんな感じがありますね。何回か大宮も速攻で熊本のゴール前まで行ったけど。さあ、一旦戻す熊本。キーパーまで戻す。そうか、攻めるときはなんだろう、3バックじゃなくて2枚になって大西選手が前に上がるそんな感じなのかな、この感じ見てると。さあ、右からのスローインは大宮。アンジェロッティ落として、もう一度アンジェロッティ。逆サイド、左サイドに回して、おお、これは熊本ナイスカバー。熊本サポーターも結構いってる。ちょいちょい覗き見合いの BGM 感覚で観戦します。そうそう、家族タイム大事。家族タイム大事。少し下がってる気が。あ、そうだね。大西が上がった時は上村が下がってるっていう、そういうことか。そっか、その辺がちょっと流動的になるんだね。これでまた大西上がってますからね。大西上がって、そして竹本、ああ、松岡には通らない。惜しい。熊本はこの左からの攻めがとっても良きですね。竹本、松岡、大西のトットラインがすごい効いてる感じがある。そこから、なんだろう、バイタルエリアに入った時に、もうちょっと、ゴールに向かっていったら、シュートチャンスが生まれそうで、ありますね。さあ、大宮、後ろからつなげようとしたところで、熊本カット。竹本から松岡。これだね。松岡切れ込んで大西まさかの偽 CB。 いや、完全に偽サイドバックならぬ偽センターバック。新しいポジションが生まれましたね。ここで大西偽センターバック。なぜなら相手のゴールラインにいるから。気づくと相手のゴールラインすれすれから際どいクロスを上げる。松岡裏抜けすると竹本のミドルが打ちやすくなる。あー、確かにそうだね。竹本のミドルが見たい。あー、それにしても平川残念である。さあ、熊本縦のボール裏へ抜け出したボール、あー、惜しい。シュートは枠には入らず、これはループ気味のシュート。また大本ですね。大本もいいね。すごい前に向かう意識が高い。これでまたここで抜け出したのが大本。そしてダイレクトでシュート。ループ気味のシュートは枠には問わず惜しい。これ良かったね。今回はオフサイドありませんでした。ということで大本、次こそは決めてくれるのではないだろうか。右サイドは大本の飛び出しが良きですね。昨日ありがとうございました。ともみーさん、ありがとうございました。こちらこそです。いや、さすがになかなか勝てないな。最近本当に川崎に勝てないよね、東京。しかもなんか等々力競技場で勝てないよね。なかなかしょっぱい試合でしたがありがとうございました。次のクラシコはお互い大量得点でバカ試合がしたいですね。さあ、ここで大宮に収まる。大宮に収まってアンジェロッティがスペースに抜け出す。これは熊本のディフェンダーがしっかりとクリアします。川崎負けてた。あ、ここで大宮シュート打てるか。一旦戻す。川崎負けてた。国立の時がね。ああ、本当だ、そうだったそうだった。国立で勝ったんだった、今年。すっかり忘れてた。なんなら見に行ったのに、国立まで。そうだ、一人少ない川崎を相手になんとか勝てた。東京でございましたよ。さあ、大宮のスローインです。大宮はなんかポゼッションで持っていくというよりも、やっぱり自陣の方に攻め込ませて空いたスペースを使って飛び出すみたいな、そんな戦術な感じがしますね。縦に長い、中盤がない。さあ、熊本取り返して前に向けるか。一旦最終ラインに戻します。右サイド、これが黒木選手。大西選手。お、高い。高い大西、ここまで来ている。左サイド、松岡。さあ、カットインして、一旦戻す。もうね、大宮の方はしっかりとブロックができちゃっているので、なかなかパスの出しどころがないよね。そこを切れ込んでいく熊本。どうだ、おーっと、クロス上げて、これはクリア。1勝1負にしたんだよ、川崎がね。そうだね、1勝1分けだったね。さあ、長いクロス、おーっと、またキーパーパンチング。大宮のキーパーがとても良きですね。3点ぐらい今防いでるんじゃない。さあ、もう1回熊本、後ろから回していきます。大西から竹本、そして松岡切れ込んでクロス。どうだ、合わせられるか。大宮のディフェンスクリア。おお、江崎。なかなか大宮がボールを取れない。今のところ熊本のサッカーが楽しくて仕方ない感じね。なるほどね。そう、今のところなんか大宮は結構守りを固めて、おーっと熊本またシュート、これは枠には入らず。大宮今ですね、最下位ですね。で22位で熊本が20位なので、なかなかね、裏天王山の試合となっているわけですよ、今日は。どっちも負けられない。両チーム負けられない。熊本も大宮もここ過去5試合で勝ちがないので、21位の金沢は、1勝あるんだ、過去5試合で。さあ、熊本じゃない、大宮のゴールキックです。大宮のゴールキックは前線で。気持ちは天皇杯だけ。天皇杯だけ。いや、でもさ、とりあえずリーグ残留は目指そうよ。おっと、これはいけるか。アンジェロッティ、取れない。熊本のディフェンスでゴールラインを割って、熊本のゴールキックです。おお、これアンジェロってうまかった。ここでシュートまで行きたかったけど、これは6番誰だ。あれ ?6 番がいない。あれ、今ディフェンスしたの誰だったんだ。大西選手かな。おっと、熊本クロスを上げるけど、これはファーサイドに流れた。で、もう一度クロス。今度はゴールラインを割ってゴールキックです。なんこれ、クロスですね。これはクロスですね。全員の頭の上を飛び越えるクロス。大宮のゴールキックです。あ、なんか東京のちゃんとが聞こえる。パモパモス東京のちゃんとが聞こえたけど、これどっちのちゃんとなのかな。さあ、ここで収めるのは大宮。最終ラインで収まった。竹本のクロス球にゴールに飛んでいきます。確かにそうだね。ゴールに向かうクロスが多いよね。さっきからなんかゴールラインを割っていくもんね、クロスが。確かにそのまま。そうなんだ。じゃあ今熊本の応援だったのかな。パモパモスタララタラタラタララっていうね、ちゃんとが聞こえてきた。さあ、ここで熊本中央に中盤で収まって前線出せるかというところですね。竹本から一旦8番上村に戻して今度は松岡、大西選手のクロス、これはおペナルティーエリア収まった、ああ収まったけど、相原収まったけど、これはディフェンスがディフェンダークリア、パモパモスロアソなかなか語呂が悪かった、難しかった、パモパモスロアソはこう難しかった。おお早いリスタートでシュートまでいけるか、熊本大本選手長いクロス、これはキーパーキャッチです。そうかな、バモバモスロッソ、ああそうなんだ、バモバモスロッソ、バモバモスロッソ、そうだそうだ、そういえばさ、なんかこの前の天皇杯の同時視聴をしてた時に熊本サポさんがカモンロッソロッソカモンロッソロッソカモンロッソってめっちゃ書いてて、それってどんなチャートなんだろうって思って調べたよ。ちょっと今忘れちゃった、カモンロッソロッソカモンロッソみたいな、そんな感じだった。ちゃんとはロアッソの前はロッソだったので、あそうなんだ、ロアッソじゃなくてロッソなんだ。さあ熊本また左からの攻撃です。おおナイス、逆サイド、逆サイド、右サイドからおシュートシュート、これはキーパーキャッチ。名前がもともとロッソ熊本でした。そうなんだ、へえ、南原さんこんばんは、来てくれたありがとう。今日はですね商標登録できなくてロッソからロアッソなった。あそうなんだ、それでサポーター激怒したんよそんなことがあったんだ、悲しい。ロアッソ誰か違う、ロッソも商標登録されちゃってたんだ。さあ大宮のゴールキックはそのまま熊本ボールに変わります。なかなか大宮この時間帯ボールが取れない時間帯が続いてますね。ちなみに今日アウェーゾーン熊本サポほぼ集まってて驚いてますね。そうだよね、ちょっとさたまに映るけど、すんごいぎゅうぎゅう詰めで熊本サポいっぱいいる。デフェンダーの熊本が脳震盪で交代しています。山形は今岡山と対戦中。あ脳震盪怖いね。さあ熊本のクロスは大宮がクリア、タッチラインを割って、大宮のスローインです。アディショナルタイムは1分、問題になったんだ。リツはなんかロアッソ熊本になってからしか知らなかったから、全然なんだろう、ロッソの感覚がないからロアッソに何のなんだろう抵抗も感じませんね。さあ高いハイボールの争い、どっちに収まるか。熊本のゴールキック、右からボールを持ち上がっていきます。一旦戻す熊本、中央竹本から左サイド松岡、有給取るときなんか得点あった。そうなんだ、どういうことどういうこと、有給取るときなんか得点、熊本サポなんで有給取らせてくださいって会社に言うと何かチケットもらえたりするって、そういう感じ。さあまた熊本のコーナーキックですね。左からのコーナーキック、アディショナルタイム1分だけどもう46分過ぎてるから、これで終わりじゃないかな。相原選手セットします。熊本はなんかファーサイドにみんな集まってるからファー狙いなのかなと思ったけど、よしファーに流れた。最後シュートは4番のディフェンスが海家選手がクリア。ここで前半終了です。ああ、そうそうなんだ、そうなんだ、いいなあ、それは。東京もなんか得点が欲しい。さあ、ということで前半が終了しまして、大宮対熊本0-0で折り返しです。J2 リーグ第35節、大宮アルディージャ対熊本ロアッソ。前半楽しかったね。ねえ、そうだよね。なんだろう、最下位と、20位のチームとは思えないような戦いだったよね。もっとなんだろう、グダ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 といってはなんですけれども、なんだろう、両チームともさ、自分たちがやりたい試合ができてたんじゃないかなっていう、そんな前半だった気がします。でれれれれっとハーフタイム。ああ、そうだそうだ、控えの選手、控えの選手を誰も入れてないから、交代の時はちゃんと写真撮りながらやらなきゃジェフ勝ちましょう。頑張れジェフ、アウェージェフ頑張れ。 X で宣伝してきました。 X で宣伝、ありがとうX を使いこなしてますねさすがです。来週は J3 同時賞。なんかさ、その順位でそのサッカーができるのって感じの世界味です。今なんかさ J3 はカメラワークがさ、1視点とかしかなくない？あとなんかそんなこともないのかな。とりあえず実況ないよねJ3 だからなんかびっくりマークびっくりマーク、なんか見てもさ、内容がよくわからなそうな気がする。天皇杯の福島戦みたいな感じになりそうな気がする J3。 レバンガさんこんにちは、来てくれてありがとう。今日は大宮アルディージャ対ロアッソ熊本の試合を同時視聴しています。今前半終了して0-0で折り返しハーフタイム中です。なので皆様今のうちにお茶を飲んだりご飯を食べたりしてきてください。J2はなんでその順位です、そのサッカーできるのって感じの世界観です。あー、わかるわかる、そうだよね。もうなんか J2 は本当になんか上も下もなんだろう、混沌としている感じがある。 J2 以下の実況者適当に決めてるいやきっとそんなことないと思うよ。 X 警察だ、そうだそうだ、ちゃんと X を使いこなしているぞ。前半結局大宮シュート2本だったんだ。ロアッソ熊本シュート8本、ポゼッションは熊本が 61%、 大宮 39%、 圧倒的に熊本だったね。前半はもう完全に熊本ペースで進んでたという感じではないでしょうか。だいぶ大宮押し込まれてたもんね。なんかさ、大宮のキーパーのベンチにいる南選手って昔柏にいた選手では。仙台レレレレミと前半終了。仙台水戸0-0で名も知られてないサッカー好きアイドルが呼ばれてた。そうなんだ。なんとか坂の方では、なんとか坂の子はさ、めっちゃ詳しいよね、サッカー好きアイドル。だってなんかさ、 J1 と J2 全部見てるって言ってたよ。すごい、半端ねえと思った。何とか坂原なんとか坂。本当になんかさ、坂道を覚えきれなくてごめんなさいの気持ち。でもあの坂道の子だっていうのは分かっています。なるほど、某坂。そうそう、某坂。某坂アイドル。ビジター席はすべてペナルティエリアのラインより外で、半分はタッチラインより外となっています。アウェイの洗礼。ビジター席はすべてペナルティエリアのラインより外。ペナルティエリアのラインより外で、タッチラインより外となっています。どこだろう、ペナルティエリアのラインより外。半分はタッチラインより外。どういうことだ。現場からは以上です。仙台に行ったんですね。どういうことだ。レッツはだいたい仙台に行きますと、ですね、バックスタンド側のコーナーの位置、2階席に座ります。だいたい仙台は。スタジアムの四角の一角かな。仙台は洗礼ある。そうだよね。多分あそこだと思う。そう、ゴール裏に行けないんだよね。おいでよ宮城。そうですよ、宮城に行きたいので、仙台はぜひ昇格してきてほしい。戻ってきてほしい。それを言うとナクスタも行きたいので、大宮も戻ってきてほしい。結構SC 東京はナクスタは相性がいいというイメージがあって、なんか負けないイメージがある。前半のハイライトですね。おお、竹本が自分で持ち込んで切り込んでそのままシュート。これが一番惜しかったね。怖い鹿島の鹿島り。残念ながらそうですね。仙台今何位なんだろう。ちょっと待って、仙台15位か。これは厳しいですね。もうさ、町田まず決まりでしょ。新枠で岩田か15くらいでしたか。仙台ね、15位だった。2位3位で岩田と清水で、4位に東京ヴェルディなので、ヴェルディ、長崎、甲府、勝ち点はどこだ。今日ブライトンマンユーあるけど、せんのアベまで無料で見れるよ。あ、そうなんだ。アベまで無料で見れる。J2は11位あたりではっきりと分かれてる。ブライトンマンユー、そうなんで、ブライトンマンユーはぜひ見たいところだよね。しかしですね、同時視聴めちゃめちゃ集中力使うですよ。めっちゃ2時間で疲れるんですよ。なんかさ、リツさん、結構ね、試合に集中してしまうと喋れなくなってしまうタイプで、しかもなんか話をコメント読みながら試合に集中するとまたね、疲れちゃうタイプで、なんか普通にね、スタジアムに見に行ったりする時も、ご飯食べながら試合見ようとすると途端に集中力が切れてしまうので、物も食べず飲み物も飲まず完全に試合に 120% 集中しないと頭に入ってこないから、すっごいね、こう配信すると疲れちゃうんですよ。なので2試合1日に2試合は結構厳しいんだよな。だからもう1日にさ2試合もできる人の集中力を分けてほしい。本当に尊敬します。結構点数拮抗してる、ね、そうだよね。結構さ、勝ち点が拮抗してるからさ、長崎甲府あたりまでは、なんだろう、長崎甲府岡山千葉とかまでいけるのかな。なんだろう、プレーオフの可能性残しているんじゃん。 J2 は11位あたりではっきりと分かれてる。確かにそうだね。いきなり48、勝ち点48から40とかになるからね。分岐点が10位ぐらい。仙台めっちゃ弱くなった。そうなんだよね。ほらさ、やっぱ J2 に落ちて、飲みもせずご飯も食べず試合に集中できる人に私はなりたき逆張りじゃなくてさ、そうしないと集中できないんだよ。逆なんですよ。食べたらもうね、集中力が全部胃に持ってかれるんですよ。ダメなんだよ。白崎にゃさんこんにちは、来てくれてありがとう。うわあ、あ今日はあれだな、セレッソ対鹿島なんだ。最初鹿島退場したんでしょ。同時視聴を水木数試合見ないと。そう。腹いっぱいになったら眠くなっちゃう。ああ、それはぜひぜひ同時視聴は見てほしい。それを言うと確かにね、同時視聴見たり聞いてたりしたらいつきっと集中できない気がする。同時に3つぐらいの思考をしている。そう、その思考がねできないんですよ。できないからもうね、鹿島試合はめっちゃ面白い。それをしようとするとすごいね、集中力が必要になる。一緒だった、やった、仲間がいた。もう試合見てるときは何もできない。お腹いっぱいになったら眠くなっちゃう。そうそう、血液全部胃に持ってかれちゃうからね。ご飯 is coming。 ちょっとさ、しかしながら腹が減ってはそれはそれで集中ができませんので、このハーフタイム中に少しもぐもぐさせてもらいますね。今日も立中さんがという噂は本当ですか。うん、シリーズやりましょうか。どういうことですか。〇〇という噂は本当ですか。ブドウ糖を落ちながら試合をホワイ。すごいよね。もぐもぐタイム。ちょっともぐもぐタイムさせてください。今日のもぐもぐはバナナを食べています。今熊本サポーター映ってるけどめっちゃ人いる。あれかな、3連休だからみんな来やすかったのかもしれないね。バナナおいしい。そして大宮のゴール裏は大宮のゴール裏は満席である。高間さんこんにちは、来てくれてありがとう。そんなバナナもぐもぐ ASMR。 そんなバナナ。いつもね、なんか7時ぐらいのお腹が空いちゃうんだよね。犬をドリブルでぶっちぎったという噂は本当ですか。嘘です、嘘です。あー、そうだよね。両チーム負けられないもんね。確かに今日は両チームにとってとても重要な試合となってますからね。確かに。そしてナクスタの芝もなかなかのボコボコである。こんばんは。緑の12番さんこんばんは、来てくれてありがとう。緑の12番ということはベルディサボさんですか。今日は大宮アルディージャ対ロアソ熊本の試合を同時視聴しています。ただいま前半終了して 0-0 でハーフタイム中です。まもなく試合再開かな。あ、そうだ、フィールドを逆にしておきましょう。今日のカード選択の理由は何でした。今日のカード選択の理由は昨日は玉川クラシコは残念でしたね。あー、本当だよね。残念であった。しかしながらなんだろうな、負けはしないけど勝てないなっていうような試合内容だったよね。いや、もう次に切り替えですよ。今日のメッセージがさ、東京になってた。みんな気づいてなくてよかった。川崎も明らかに弱体化してる気はしますけどね。そうなんだよね。もうさ、ボッコボコにやられたっていう感じでもなかったから、そうだからこそ悔しいはあるよね。 J2 リーグ大宮カルティージャ対ロアッソ熊本の試合を同時視聴しています。 OK、 これで OK ですね。さあ間もなく後半キックオフになりそうな感じですね。なんだっけ、そうだ、今日のカード選択の理由は天皇杯でさ FC 東京が熊本に負けまして、その後に神戸対熊本も熊本が勝ちまして、これはちょっとこの後の熊本対柏も今後半スタートです。熊本対柏戦もやっぱ同時視聴、ちょっと待って、やり直しだな。はい、ここで試合スタートです。ありがとう、一緒に見てください、ぜひぜひ。っていうので、もう熊本結構、ちょっと待って、ハーフタイムになってた。次の天皇杯までにちょっと熊本を勉強しておこうよっていうね、理由と、あとは天皇杯でさ、熊本サポさんがいっぱい見に来てくれたので。これは熊本の同時視聴をしたら、もしかしてワンチャン熊本サポさんが見に来てくれるかもしれないっていう下心です。それで本日のカードが決まりました。柏は最近調子いい。柏は最近そうだよね、調子いいよね。なんか一時期結構調子悪かったけど取り戻してきたね。さあ熊本、縦に長いボール、これはタッチラインを割って大宮のスローインです。熊本にそれも平川に残念でしたね。ほんとそれだったんですよ。ほんとに平川にお礼弾を入れられてしまって、でその平川をね、今日は楽しみにしてきたのに、なんかヒラメ筋損傷だらしいよね。前節でヒラメ筋を損傷して3週間離脱ということは、天皇杯に間に合うのか間に合わないのか平川っていう、そんな感じだよね。さあ大宮、最終ラインでボールを回しています。これはタッチラインを割って熊本ボール。天皇杯ギリギリ感に合わせるって言ってるらしい。ああそうなんだ、そうなんだ。もはや平川も照準を天皇杯に合わせてきている感。画像配信味の素スタジアム競技場、画像配信味の素スタジアム。さあ伊藤選手、右からクロス上げられるか。これ一旦戻す。大本のクロス、これは弾かれるか、こぼれ球取れるか。おー、来たー、合わない、惜しい。島村のクロスは弾かれる。いやー、平川めちゃめちゃ育ちましたよね。平川返してほしい。ああいうトップ下が欲しいよ、東京。キャプテン自ら率先してなったんだ。そうだよね、もはや平川キャプテンだもんね。面白いね、確かに J2 面白い。さあもう一度熊本、右からのクロスは大本、これはキーパーキャッチ。大宮、熊本が味の素スタジアムで試合してるみたい。この画面が冷や汗。そっか、熊本のさ、なくしたの写真にすればよかったか。多分どこかにあるはず。あー、悲しい悲しい、テレビがない。そのためにテレビを買うのもね、ちょっと無理だしね。なんかでさ、モバイル配信、オンデマンド配信、ネット配信するんじゃない？ NHK なんちらとかで、そこで見れそうじゃない？さあ大宮、右からの攻撃。これは真ん中に行けばチャンス。栗本が真ん中にいますね、3番。岡庭の仕掛け。おー、これはゴールラインを割って熊本のゴールキックです。 NHK プラスで見れるけど日本戦の時バカみたいにがして悪かった。そうなんだ。うわー、それはがっかりだね。熊本のゴールキックです。ナイストライだったね。今の良かった。大宮なんだろう、ようやくここに来てサイドからの仕掛けがようやくできたっていう感じですね。ここでまた岡庭から縦に一番最前線、長いボールが出てくるアンジェロッティ。そうだったね。さあ真ん中を大宮いけるか、シュートまでいけるか。これは熊本のディフェンスがクリア。確かにベルディも昨日だったよね。そっか、ベルディ甲府か。そっか、甲府は来週ACL もあるからっていうことでデーゲームだったのかな。さあ一番最前線狙っていく大宮。アンチェロッティから右サイド、右サイド出す。中4枚いる、いけるか。おお、来た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 。クロス上がったアンチェロッティ、これはクリア。お、ここに来て大宮が結構いい攻撃してきましたね。大宮5バック。そう、5バック、そんな感じ、かっちり固めて。勝ち点1狙い、勝ち点1狙いかな。そういうことか、負けたくないっていう意思は確かに見えるよね。守りは硬い、本当に。さあ、ここで。熊本島村選手が飛び出す。クロスはクリア。こぼれ球、大本選手拾ってシュート。おお、キーパー弾いた。おったー、おお、入れた。熊本、これ松岡来たよ。FC 東京の東京湖松岡、ナイス。ついに熊本が堅い大宮から、ゴールをこじ開けました。入った。これよかったね。入った。ナイス。入った。最初ね大本のミドルシュートはキーパーがパンチングで弾いたんだけど、そのこぼれ球に反応した松岡がダイレクトでシュートを打って、逆サイドネットにズドンと打ち込みました。おお、これはいいシュート、落とした。いいシュートだった。大宮なんで岩田に負けるんだよ。完全に勝ち試合かと思っての逆転負け。ああ、そうだったんだ。いや、それはね、きついよね。逆転負けはきついよね。ちょっと得点。おっと、アンジェロッティいけるか。おお、アンジェロッティシュート。これは枠は捉えられない。いいですね。後半開始早々両チームシュートまで持ってく感じで面白い。これはアンジェロッティが強かった。しかし枠は捉えられない。江崎対アンジェロッティ。熊本のゴールキックです。これで大宮がさ、降格したらだいぶなんだろう、カオスだよね。大宮厳しいよね。そうだよね、簡単に抜けられないよ。今年はさ、J2 は降格枠は一つですか。おお、これはナイスなクリアでしたね。大本さあ、2枠あるよ。2枠なんだ。 J1 だけか。2枠じゃね。2枠ですね、2枠ですね。ありがとう、情報助かる。1枠なの J1 だけか、今年。さあ、熊本のゴールキックです。熊本先制したの9試合ぶりなんだって。うわー、長かったね。6月の5日から来年 J1 と J2 を20クラブにするための帳尻合わせみたいな。そうだよね、そうだよね。チーム数合わせるやつのなんか帳尻合わせで、今年は J1 の降格枠が少ないんだよね。さあ、熊本右サイドから、あ、左サイドから上がります。一旦戻す。あれ、まださ、後半に入って交代してないよね、両チーム。さあ、大宮ボールを取った。取って前を向けるか。これアンジェロッティ、タッチラインを割って大宮ボールでスローインです。大宮、今度は左サイド3番岡庭。あ、さっきいい仕掛けした人だ。岡庭、ああ、ドリブルで持ち込むが、これはクリアされる。もう一回大宮、岡庭シュート打てるか。前に出して、おーっと、入るか。あーこれは惜しい。大宮、キーパー、ナイスキーパーでした。キーパーが弾いたけど、そのままトントントンとボールがゴールに吸い込まれようとしていましたが、そこで最後にキーパー弾いた。これは惜しかった。来年は J1 がリーグ戦の節数増やして、 J2 は節数減らしてルヴァンカップやりましょう。あー、なるほどね。そうだよね、チーム数が増えると、そっかそっか、節数が増えるんだ。そしてカップ戦にも影響があるわけですね。さあ、熊本後ろから仕掛けていきますが、ここは大宮取った。大宮、まあ3バック5バックだけど、ちょっとこう両サイドが前目だよね。こんな感じか。予想スコアは何ですか。なんだろう。枠主は大宮も熊本も全然見てなくて今日初めて見るくらいなので、全然ね、両チームの潜在力が分かってないのですよ。なんだけど、ここまでの試合の流れを見ると、熊本もう1点取るんじゃないかなっていう、そういう気持ちはあります。なので 2-0 でどうかな。でもね、ちょっとここで最終節まで持ち込まないでほしい。そこで大宮が1点返して、2-1はどうでしょうか、予想スコア。最終節大宮、確かにそうだよね。死に物狂いで来るよ、それ絶対。3人変わる。ちょっと待って、変わる人をちょっとメモ。大宮3人替えですね。10番アンジェロッティに代わって、大宮、今度はシュビルツォク、自分で持ち込んでシュート。これは弾かれた。10番島村、今度は熊本の攻撃です。そのままシュート。これはディフェンスに当たって、大宮ボールです。シュビル族。シュビル族。そう、しかもさ、熊本今、怪我人も多いっしょ。主力が怪我しているから、シュビル族。主力が怪我だから大変だよね。道脇もさ、骨折だし、平川も怪我だし、茂木、岡庭、あ、岡庭選手変わっちゃったんだ。岡庭に、バックでがっちり固めてるのに失点してるようじゃ、冷や汗、冷や汗、冷や汗。力也。茂木力也22番。ああ、そっかそっか、がっちり固めてるのに失点。レンタルでも欲しい。確かに、レンタルで。8番。加藤さん、こんにちは。来てくれてありがとう。8番、栗本に代わって、泉沢。泉沢。沢。39番。これはポジションはそのままかな。はい。これがシュビル族。シュビル族。一旦戻す。今のが泉沢。今度は逆サイド、右サイドから攻めます。シュビル族、ちょっと後ろにいますね。右からの仕掛け。どうだ、ペナルティーエリア内。ああ、これはディフェンスに阻まれる。なんだろう。室井の方が前にいて、シュビル族、後ろにいる？シュビル族に預ける。おー、シュート！わー！これは惜しい！これは惜しい。これはもう決定的。キーパーはナイスキーパーでした。田代ナイス。シュビル族がこう倒されながら、シュート。これも抑えたいいシュート、田代。田代がパンチングで弾く。よく触ったね。これはすごい。キーパーが当たる試合ってなかなか点が入らないね。そうだよね。さあ、ここで大宮右からのコーナーキックです。確かにこれは神セーブだった。高柳選手がセットしています。32番。さあ、ファーサイド。高いボール。これはクリア。セカンドは大宮。で、中に会計から、これは、折り返しはそのままゴールライン割ってしまいました。シュートかと思った。ね、ナイスクロスだったよね、今のね、これでしょ。4番、会計選手のファーサイドへのクロスに合わせた。シュートの気持ちだったのかな。シュボルツォク。シュビル族に合わせた折り返しだったのか、シュートだったのか、これはそのまま、ゴールラインを割ってしまった。あ、ちょっと大宮もリズムが出てきましたね、ここの時間帯。会計かな。いいクロスでは。そう、会計。いいクロスだった。さあ、また収まったのは大宮。22番、茂木です。茂木が後ろに戻す。戻して市原。さあ、縦の出しどころを探す大宮。中に入れてくる。これは熊本奪った。お、高い位置で奪ったから早い攻撃。行きたいところ。おー、惜しい！惜しい！大元のクロスに合わせたのが相原。相原合わせきれなかった。これはまた一回いい熊本の攻撃だった。ここで惜しい熊本ボールです。左サイド。ワンタッチでグランダー通すのは相手にとっても嫌だね。そうだよね。いいクロスだったよね。本当に速い。ワンタッチのグラウンダー最高ですよ。しかもキーパーとディフェンスの間に来るような、そういうクロス。さあまた熊本前に通す。あ、スペースに出してきた。これは真ん中合わせてくる。これはクリア。シュヴィルツォク難しすぎるよね本当だよね。シュヴィルツォク、うわ、そのシュヴィルツォクから32番高柳が左にいるな。おっとシュヴィルツォクのヘッド。これ今入ってない。これ枠には入らなかったか。高柳が左にいるね。誰が右にいるのは誰？違うな。左じゃなくて真ん中にいるのか。泉沢も左にいて。当てることしかできなかったね。そうだったね。ちょっとね、枠に飛ばすのができなかったね。大宮のフォーメーション。でもなんだフォーメーションここボランチでもまあこんな感じなのかな。でシュヴィルツォクちょっと右にいるような気がするんだよな。こうではないですか。大宮のフォーメーション違ってたら申し訳ないです。いや、そういうこともさ、スタジアムで見たいよね、フォーメーション。じゃあシュヴィルツォクのファールで熊本ボール。熊本左から攻撃していきます。今度は右にはたいて一旦戻す。この大本が良きだね、熊本。一旦戻す、熊本。最終ラインに戻って、そして縦に長いボールを出します。収められるか。ここは大宮。大宮が、最終ラインでボールをつないでいきます。おお、会計会計のドリブルから前を向く。なんだろう、シュヴォルツォクがこの位置まで下がっているのだよな。なんだろう、すごいコンパクトってことか。熊本、伊藤選手が飛び出してきた。そして大本。これは海家のクリア。なんかまた東京のちゃんとっぽいのが聞こえてきた。バーモ東京。海家が落ち着いてるよね。ねえ、ほんとだよね。なんか海家が入ってからさ、ディフェンスラインが安定したよね。大宮。室井選手に代わって、9番、中野選手が入ります。熊本の右からのコーナーキック。中野、聖也。9番。これはショートコーナー、ファーサイド、これはミスキック。そのままゴールラインを割ってゴールキック。さあ大宮、一気に最前線、最前線中野、一旦戻す。結構なんかさワイドな感じになってきた両チーム。さあここは熊本取るか、大宮取り返す。大宮のファールで熊本ボール。栃木対ジェフ試合前半0-0。あーそっかそっか、栃木対ジェフは7時キックオフだ。だから前半なんだね。大宮も後半に入ってシュート8まで増えたから結構大宮も攻撃できてる感じですね、後半。前半2本だったからね。おお島村切れ込んで、これはクリア。熊本の右からのコーナーキックです。島村もいいね、さっきから良き。島村と大本の右からの攻めが良きです。あ、そっか、なんか前半はさかなり熊本に押し込まれてきてないか。なんか前半はずっと左サイドから攻撃してたけど、後半になってがぜん右サイドからの攻撃が多くなってきましたね、熊本。あれか、海家が左サイドに入ったから。右からのコーナーキックです、熊本。大分対徳島試合前半1-1。おお、徳島1-1。そうそう、なんか前半から今日はずっとなんかね熊本ペースだったよね。あ、ちょっといつの間にかちょっと待って、これはさっきの1点目のシーンだ。やっぱり視聴者こと考えて右の攻撃多いのはさすがすぎる。カメラアングルを考えてのことですね。確かに前半は左からの攻めでよく見やすかった。そして後半は右からの攻めでとても見やすい。あ、熊本ちょっと待って、熊本誰が変わったのか見逃した。昨日は試合何対何で終わったんですか？あ、オリフカさんこんにちは、来てくれた、ありがとう。昨日はですね1対0でフロンターレが勝ちました。 FC 東京負けました。明日藤枝対町田試合です。さあここで熊本ゴールラインギリギリで時間を稼ぎます。ちょっと交代した選手が誰だったかわからなかったのだが、ちょっと戻る。だから戻ってもわかんない。熊本の右からのコーナーキックです。時間使うような時間帯じゃないけどマイボールにすね。そうだよね。まだあと20分近くあるから。大本変えた。おーっとニアに蹴った。ちょっと咳が。未到端内。ニアに蹴ったコーナーキックは24番江崎に当たってゴールキック。大本変えた。大本誰に変えたんだろう。でどの辺だろう。竹本下げたって言ってる。いたいたわ。松岡を下げて東山。言ってる。16松岡30。ありがとう、助かる。松岡を下げて東山何さんですか。東山でとうございます。左足の精度上げたか。ああ、そういうことなんだ。14竹本5阿部。お、ありがとうありがとう。竹本を阿部に。そうだね、後半なんか左サイドあんまり使ってなかったもんね。竹本から阿部選手。さあこっち左サイド、今度は左サイドからの攻撃熊本。比較して申し訳ないけどパス回しが遅すぎる。いたところに出してるだけになってる両チーム。おーっときたー、おー入ったー、熊本2点目ナイス。30番東山選手が決めました。おお、とどめ刺されたな。そうだね、とどめね、とどめだったな。確かにここで左で回して、左の大外から速いクロス、グラウンダーのクロスが入ってきて、それに合わせたのが相原。これ良かったね、このクロス。東山のクロス、これオウンゴールかな。オウンゴール臭いあー、まあでもオウンゴールしなくても相原が後ろで触ってたから、どっちにしても1点入ってたでしょう。オウンゴールだね、やっぱりオウンゴールだった。オウンゴールだった。あそこででも触らなくても後ろの相原選手が触っていたからしょうがない。わ、この時間で追加点は大宮きついな。さあ前線にパスが回せるか大宮。タッチラインを割って熊本ボール。お、運選手のゴールですね。そうですねそうですね。お、運選手、お、運ゴール選手。今日もウンゴル選手が活躍しましたね。さあまた熊本の攻撃です。最終ラインから左サイドを使っていく。後ろでビルドアップなんかやってるんじゃ点はいらないよ。そうだよねそうだよね、縦に一気に出したいところだと思うよね、大宮としては。さあまた左サイドから切れ込んで熊本打てるか。あー、ファーサイド大本には合わない。なかなかね、縦に出せないもんね、大宮。前線のね、飛び出しがちょっとこの時間帯弱くなってしまった感じ。みんな引いてるから。ね、2点取られた状況でちょっとドン引かされている状況などがだいぶきついよね。熊本最終ラインまでボール戻します。そして長いボール、タッチラインを割って大宮ボール。多分熊本の運動量には負ける。結構なチーム負けてるから、ね、いやそうだよね、熊本の運動量がやばい確かにそう言われると。さあここで大宮右サイドに渡りました。そして高柳選手のシュート、これはディフェンスに当たってコーナーキック。今のは良きシュートでした。これ3人で攻めていった。これで高柳選手が反転してシュート、3人ついてたから厳しかったはあるけど、シュートまでいけたのはいいのではないでしょうか。バックやめるべきじゃない。勝ちたいならね、そうだよね。確かに5バック。もっとなんだろう、前を向くフォーメーション。でもなんかここまでさ、大宮そんなになんだろう、パスを回してポゼッションしてっていうような戦い方してないから、ここで選手を変えたとしても結局なんだろう、裏に抜け出すみたいな、そういう戦い。おっとシュート、これはクリアされる。できるとしたら、その5バックをラインを上げる、最終ラインを高めにする作戦。あ、熊本2枚替えですね。鳥栖に行った川原もいまだに運動量トップ。うわー、すごいすごいな。セットプレーはデザインしてきて草デザインしてきて草。相原と島村が変わりますね。もう一人変わる？はい、ここで2枚替えです。大宮のコーナーキック、左からのコーナーキック。さあ、ニアサイド。ああ、これはゴールラインを割ってゴールキック。19番島村選手が大崎俊、大崎俊って言ってる。大崎俊。20番、そして11番相原。言っちゃ悪いけど後半だけ見ても気持ちが見えないね。大宮ねえ、そうだね。土新田、土新太優読めないなんて読むんですか。としたあれ、お風呂入ってる間に2点も入っとる。そう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 、2点入りましたよ。28番、お風呂からお帰りなさい。ピピッと。でもね、前半よりかは前半より大宮良くなったよね、動き。前半の方がね、もっとね、押し込まれてた。あ、神戸 2-0 で負けてる。神戸今日どこと。さあ、海家が前に上がる。9番の中野選手には通らない。残り10分弱、アディショナルタイムを入れたら10分ぐらい。広島戦なんだ。あと10分で2点返すのは結構大宮厳しそうな気がしますが、まずは1点返していきたいところでしょう。さあ、タッチラインを割って大宮ボールでスローイン。これはキーパーまで戻します。おお、これ狙ってくちょっとここに来て熊本が前からのプレッシャーが激しくなってきたよすごい。そうそう、これが律が知っている熊本である。これが天皇杯で後半の20分30分過ぎからめちゃめちゃプレスが厳しくなる熊本。コーナーは痛恨のミスだな。コーナーミスだったね。ついに本気出してきた。そう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 、ついに本気出してきたよ熊本そしてコーナー、熊本右からのコーナーキックです。キッカーは相原選手が変わったので5番の阿部選手蹴りますね。そしてやっぱりファーサイドにみんな集まるんだね、熊本のコーナーの時は。あ、でもここからニアに入り込んでくるのか。さあ、もう一度前にポーンと上げてきて、おおこれはオフサイド。オフサイドないナイス。おお、熊本3点目。うわー、この時間帯ダメ押しの3点目が熊本に入りました。これはすごい。誰が最後、誰が入れた？ 24 番、あ、江崎じゃないかすごすごすご。うわー、江崎飛び出してきて、ナイス。いやー、これはすごい。海家もついていったけど突ききれず、いや、後ろから飛び出して、後ろからの飛び出しでディフェンダーが突ききれなかったね。めちゃめちゃいいシュートだったね。これは江崎ナイス。今日の熊本のゴールみんなゴラッソだね。あ、松岡のも良きだし、今の江崎もすごい良きですよ。3点目が入りました。ロアッソ熊本。大宮完全に終わった。残り時間5分。大宮も心が折れたね。折れるよね。いや、3点ダメ押し入れられたらもう折れるよね。1点返したところでっていう感じだもんね。まあ、得失点差もあるから返せるだけは返したいはあると思うけど、ここから3点を取りに行くのはきっと難しいじゃないかな。あ、熊本誰かまた入りますね。田辺選手がイン。大西選手に代わって田辺。5分で3点か。5分で3点はなかなか。主力はみんな移籍するんだろうな。そうだよね、そうだよね。降格しちゃったらね。さあ、ここで大宮のコーナーキック。左サイドから中央に入れてくる守備連続。あ、これは枠を捉えられない。田辺圭佑、スケがこれか、こっちのスケが7番。ほんとだよね、ピエン超えてパオンだよね。意地を見せないとホームのサポーターも呆然だよ。ほんとだよね、サポーターの応援がこの時間でも大きく聞こえてきますって、あの実況さんが言ってたのに。ロアッソリーグ戦勝つの何ヶ月ぶりだろうな。なんだろうね、なんか次節につながるようなさ。ここまで来たら大宮的には次につながるような何か戦い方を模索する方がいいと思うよね。3レーになった瞬間サポーター帰っちゃった。いやー、帰る人いる、絶対いると思うよ。混むしね、終わりまでいたらね。さあ、ここでまた熊本が高い位置でボールを取ります。5番阿部選手が右にいるんだが、この選手が右にいるんだけど、誰が左にいるんだ。ロアッソリーグ戦勝つの何ヶ月ぶりだろう。何ヶ月ぶりなんですか。さっきなんか6月の半ばとかいうそういう情報がありましたが、789だとすると3ヶ月ぶり。さあ、また熊本バイタルエリアに入ってくる3人に囲まれて、これは大宮がボールを取ります。縦に出す。あ、また熊本取った。まだ攻めるよ熊本。うわー、こうペナルティーエリアに入ってきた。とー、これも決定的なシーン。最後は上村。お、すごい。これはすごい。ここに来ての熊本の運動量がやばすぎる。なんでここまで3ヶ月勝ててなかったんですか。めちゃめちゃ強いチームに見えるんだが。ね、そうだよね。圧倒的な差だったね、今日は。で、なんかそう言ってて、順位の差がついてるチームと結構互角な戦いあったりするしね。サッカーは面白いですよ。すっごいこの時間からさ、最終ラインまでの鬼プレスが出てきてる。熊本勝ったらシーズン前半の藤枝戦、すっご藤枝戦、あ、どのチームがプレレしていますか。大宮が、おっとペナルティーラインに入ってきた。いけるか、クロス上げて、これはクリア。うわー、いけるか、シュート、あーシュートはミートせず、ここでね、ここでちゃんと枠に飛ばせる、結構フリーだったからさ、枠に飛ばせるシュートが落ち着いて打てたらチャンスになったんだが。どのチームがプレーしていますか。今日は大宮アルディージャ対ロアッソ熊本の試合です。現在ですね、もう後半、あ、もうアディショナルタイムだ。後半のアディショナルタイムに入って熊本が3点リードしています。さあ大宮、最後に一矢報いられるのか。シュビルツが打った。これはキーパー正面、すごい。なかなか強引にシュビルツォク打ってきた。大宮はサポーターミーティングやったらしいけど、監督交代した後の成績が悪いじゃないかと問い詰めたらしいけど、変えないらしいよ。これじゃ改善は難しいかもね。それは厳しいね。監督交代して、なんだろう、改善できないっていうの厳しいよね。さあまた大宮が前を向いていきます。熊本のプレッシャーがすごいすごい、2人がかりでこの時間帯プレスに行っているんだが、すごすぎる熊本の運動量。これはちょっとね、もうなんか出しどころがなくて、どうしようみたいなパスになっちゃうよね。そりゃそうだよっていう感じですよ。大宮のスローインです。さあ大宮のスローイン、熊本2人ついている。うわー、熊本取り返した。大きくクリア。まもなく92分、残り2分です。はじめまして、久々の勝利なのか。はじめまして、ジョークさん来てくれてありがとう。熊本サポさんですね。すごい、今日はもう完全に熊本ペースで、押せで 3-0 で勝利が目前ですね。そして大宮、ボールを持って中央で回しています。ここでシュビルツォク、長いクロス、シュビルツォクに合うか、これキーパーキャッチ。熊本在住です。熊本在住ですね。いらっしゃい。来てくれてありがとう。あ、枠主はFC 東京サポではあるんですが、今日は東京の試合がないので、こちら大宮対熊本の試合を同時視聴しています。残り1分。アディショナルタイム残り1分ちょっとというところです。大宮のゴールキック、あ、なんか平川いなかったけど、おー、来た、また来た。大宮、伊藤、おー、切り返してシュート打てるか。ああ、惜しい。最後は東山。10秒に1点入れないと無理やなスポンサーがドコモとか NTT なのに本当だよね。出しすぎるだろ。10秒に1点ですね。天皇杯でまたジャイ切りできればいいです栃木対ジェフ試合前半でスポンサーが NTT なのに本当だよね。こんなことってある。大宮まだ7試合ある。そうだ。さあまたペナルティーエリア内入ってきた。熊本でも誰もいない。惜しい。スルッとクロスがスルッと抜けたところに合わせられればもう1点というところでしたが、勝ったな。最後の最後まで攻められてるようじゃねれ。それは間違いない。それは勝った。あ、ここで最後、守備流速が抜け出しますが、これはオフサイド。そしてここで試合終了。ああ、熊本おめでとう。すごい、江崎が、うーって、いうあの、ガッツポーズ。来月天皇杯でまたJキリできればいいです。確かにそうです。あと2回勝てば、天皇杯であと2回勝てば、あれですよ。ACL ですよ、ACL。おお、おめでとう。久々の勝利。カモンロソが聞ける。カモンロソ流れるかな。拍手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 。東京ヴェルディの試合を生で一度は見ますか？あ、ヴェルディの試合は生で見たことあるよ。11年前、12年前に FC 東京と東京ヴェルディの試合を見ました。アジスタで。リーグ戦90日ぶりの勝利。わー、すごい。90日は長かったね。なんだろう、ここまでさ、勝ててないと思えないぐらいの試合だったよね。ワイロアッソサポ、久々のリーグ戦勝利。モルモルちゃんいらっしゃい。ロアッソサポおめでとう。10ポイント差がついた。10ポイント、2桁ポイント結構重いよね。なんだろう、1桁ポイントだったらさ、勝ち点9差だと、なんだろう、3試合分だからまだまだいけるかなっていう気がするけど、2桁ポイント差は絶望的だな。泣き笑い。そうだよね、2桁ポイントはさ結構重いよね。これはきつい。金沢と大宮と、ほんとだ、27か。勝ち点熊本が37ってことは、熊本はレノファを抜いたのでは。いわきも37か。いわきもまだまだ降格圏だね。あ、そして次回は藤枝との直接対決。あと7試合だけど、もう絶望的。うわー、どうなるかな。7試合あったら、7試合か、結構厳しいよね。なんか今日の試合出してるテロップがシンプルすぎかて。ほんとそれほんとそれである。ほんとそれである。来週はですね、実は熊本さん日曜日でしょ。ちょっと日曜日まで配信ができないので来週はやらないんですけど、さ、水曜日のナイトゲームやろうかなと思ってた。あ、くまモンがいるねえくまモンがいるよ。熊本サポの間に。いつだったかな。52分35秒。あ、ほんとだ助かる。勝っとるの。試合終了しました。熊本の年田選手、珍しい名字ですね。年田連勝登録100件だそうです。そうなんだ、年田って読むんだ。土信だってなんだろうって思った。ピーちゃんおかえりなさい。すごいよ、3-0だったよ、3-0。松岡どこにでも行きますくまモンどこにでもいるんだ。くまモンが映ってた。あ、松岡のシューターめちゃめちゃ良かったね。あそこの反応、ダイレクトで抑えたシュート、ファーサイドにぶち込んだ。やはりそれもこれも東京が育てた松岡ですよ東京から育っていった松岡くん、ありがとう。花火上がってる、オンする。あ、そうなんだ。じゃあどっかで花火上がってるのかな。さあ、それでは、あ、そうだ、熊本の予定ですね。あ、のさ、9月27日の徳島対熊本の試合をね、見ようと思ってた。19時から水曜日。で、それを見て、10月8日、天皇杯ですよ。あ、でも、9月27日はまだ平川戻ってこれてないかな。っていうところではありますが、もう1試合ぐらいね、見たいなと思っていました。何わからメタバースやります。あ、そうだね、今日のメタバースがですね、本日のメタバースが今8時なんだけど、あ、お姉ちゃんがね、帰ってくるのが、お仕事から帰ってくるのが10時ぐらいになるそうで、それでね、10時から、今日はメタバースタイムは10時からにしようと思います。この後ね、ツイッターでも予告を出しますので、ぜひぜひまた遊びに来てくれたら嬉しいです。熊本サポになったんですね。確かになんかさ、今日の試合見てたら、だいぶ面白かったよね。何が良きってさ、後半の30分を過ぎた段階で鬼プレスのギアが入るところですよ。あの時間帯からプレスがきつくなるって、そんなことってある？すごすぎないよ。みんなバッテバテじゃないのかな。しかもこのすごい暑い時期にですよ。この真夏の時期に後半20分、30分を過ぎてからの鬼プレススイッチオン。熊本面白いですよ。最後まで諦めないで取りに行きます。もしかするとカモンロスが聞けるのでは。ここで確かにそうだよね。最後まで諦めない、最後まで諦めない。そして2点差になっているのに最後まで攻めに行く。それもすごいなと思った。青木監督のインタビューになっちゃったよ。カモンロストが聞けなかったよ。残念でした。じゃあそういうことで今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。ぜひですね、高評価、まだの方は高評価ポチッと押してくれるとありがたいです。お釣りチャスミー。あとは、ぜひチャンネル登録もしてくれるととても嬉しいです。ですね、今後の配信の予定なんですけども、月曜日にアークナイツガチャをします。で、火曜日がお休みで、また水曜日からはちょっといろいろやろうと思っているので、それも Twitter で告知を出します。では最後にお名前を呼んで終わりにしていきますね。リプフラウミルヒさん、フォックスさん、ヤスさん、エビザクラさん、地球さん、ピーちゃん、おつりちゅハート、ピッピルパングさん、緑の12番さん、モルモルちゃん、とあるロアッソの庭さん、ジョークさん、ヒロロキさん、ハリーさん、ピッピッピユースケさん、マスオさん、ピッ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 ピーコウさん、ピッピッピッこんな感じかな。オリヒカさん、読み切れなかった方、ワンワン、読み切れなかった方、カモンロソ聞けた。あ、カモンロソ聞けた。ちょっと待って、カモンロソ、ミュートにしてた。くー、悔しい。カモンロソ聞けなかった。ちょっと待って、今戻る、一瞬戻る。ボンクサ。ちょっと待って、カモの音聞けなかった。これか。だから大木監督のインタビューになってミュートにしちゃったらさ、カモの音聞けなかった。こっから聞けるかな。おー、えい。あれ、カモの音してる？モンロッソ、カモンロッソよく分かんなかった。ちょっとまた後で YouTube でカモンロッソ調べておきます。ということで今日も来てくれてありがとうございました。お釣り中バイバイ。ああ終わり一瞬、一瞬だけだった。鹿島勝った。おお鹿島おめでとう。さすがさすがである鹿島鹿島れた。ではではお釣り中バイバーイ。